前だろ、赤ちゃんの時の家。今朝、まやちゃんのところから取ってきましたムカゴです。ムカゴご飯にします。そして、お塩を一つまみ入れましょう。よし。皆さん買ったら200円しますね。ナスもなり始めました。秋ナスでしょうかね、これ。水ナスなのか、形が違いますね。丸いナス、わかりません。大きくなってます。1本2本昨日、お嫁ちゃんのお父さんたちが作ったナスをこんなにもらいました。焼きナスにします。それとお味噌汁。これは兄からもらいましたね。いいお家だね。ねえ。何でもあるね。これステレオでしょ。うん。テレビもある。ねえ、これね、音楽変えられるの。リアルすぎない。うん。これダディがね、あのね、
買った。大丈夫ですね。あと10分ぐらい焼きます。味噌とみりんと混ぜてます。昨日ナスと一緒にキュウリをもらいました。ニンニクを入れて塩を入れて一夜漬けしてます。削り節をのせて食べますね。美味しいですよ。兄からもらったプチトマトを、すし酢と原酢をちょっとキムチ入れてます。美味しいです。混合の削り節です。
えとうさんどうぞ。はーい。こんなところにいたんですか。そうだよ。よいしょ。ああ、美味しそうだね。お店で買ったやつ。あら。じゃあ作ってくれてありがとう。作ってくれてありがとう。いただきます。いただきます。おう、ムカゴこれ。そうそう、朝ほら取り入ったやつね。うわ、健康食って感じだね。かぼちゃね。これ茄子いいね。焼き茄子。焼き茄子、いただきます。うん、うん、おいしい。ナスの、ナスとかぼちゃ、そう、それにシシトウ、シシトウ、ネギがあり、うん、うん、ね、昨日ね、この外ね、アンダニーとマミーとね、3人で歩いてたらね、うん、ね、白いね、ナスがあった。ね、すごかった。あ、めっちゃ、すごかったね。めっちゃ白かった。全部白だったの。うん、めっちゃ白かった。めっちゃ白かった。あ、これあれだ、ニンニク漬け、うん、キュウリのね、これだ、大好き。うん、うん、ニンニク効いてる。昨日もらったけんね、うん、うん、おいしい。昼からはさ、うん、梅の最終段階をしてください。うん。土曜日終わったからね。うん、今日またあれ、あの戻す梅酢にね。うん。おいしくなる。いい天気だったからね。よかった。瓶も干してる。あ、そう。うん。うん、あの散髪もしてる。そうね、まあお盆だから墓参り行かないけど。明日、うん、明日カラオケとは、うん、この間担当者から電話があって。あ、そうね、うん、16人だってよ。え10人ぐらいやろうかって言いよったろ。うん、16人ですって。まあ頑張らないと。難しいけどもいいじゃん、楽しむね、うん、楽しむだけ。心密かに狙ってるけどね。もうこれぐらいじゃない。うん、まあちゃんも来て、グランパが歌うの。グランパー、じゃあ代わりに歌ってあげようか。ダンスすればいいね、まあちゃんね。土曜星が終わりました。すごくいい天気で、いい感じに、仕上がったと思います。これは梅酢ですね。干しましたね。最初にできた梅酢です。これをここにつけながら移していきたいと思います。